FM 立川を聞きの皆さん、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。2014年11月11日1が4つ並ぶ今日火曜日、今日も3回の放送をお届けしていきますね。朝は9時からの放送を聞きの皆様、おはようございます。1111の今日はどんなお目覚めでしょうか。そしてお昼の放送を聞きの皆様、こんにちは。今日の朝ごはんもお昼ごはんも美味しかったですか。さらに夜の放送8時からお聞きの皆様、こんばんは。今日のお月様はもう見ましたか。今日も3回の放送をお届けしていきます。 FM とつかハグザライフ命を抱きしめよう、お相手は相浦弥生です。北海道出身の相浦弥生、札幌の母、一人暮らしの母にメールをしたところ、雪が藻岩山からもう降ってきているよと返事をもらいました。雪が降ったと聞いてね、寒さには強い母だけれども、一人ぼっちで心細いのではないだろうかと思ってメールをしたところ、すぐに返信が来たというわけです。さあ、雪の歌もまた少しずつ皆様からのリクエストも届いていますのでね、来週あたりからお届けしていこうかなと思っているところです。年をとっても安心して住めるまちづくりを目指して、介護・医療の問題を中心に据えてお届けしていきます。ハグザライフ命を抱きしめようです。さあ、今日もメインコーナーは戸塚区薬剤師会の会長湯川先生のかかりつけ薬局のお話。残薬、残る薬と書きます。この量は一体どのぐらいになるのでしょうか。皆様も考えてみてください。そして連続エッセイ、通算ルンは隣にいますよ。今日もルンちゃんのエッセイお届けしていきます。さらに今日も番組の最初から最後まで、通算の一周起点に集まった皆様からの感想、るんちゃんの思いを込めた通算の一周期点、こんな形で一周期を迎えたかったというるんちゃんの思いがみんなに伝わって、あったたかい一周期点、心に火を灯すような、そしてさらに自分をもう一度見つめようと決心をするような一周期点でした。皆様からの感想続々届いていますのでね、散りばめながらお届けしていきます。ザ・ビートルズもお届けしていきますよ。通算が大好きですものね。生き生きヒントもアシスタントの原田直美さんから。さあ、今日もハグザライフ命を抱きしめよう、どうぞ最後までお付き合いください。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りします。11月11日火曜日、この日はそうなんです、私の子供たち11月5日に生まれたんですが、予定日が11月11日だったこと、28年前のことを思い出しています。それでは最後までどうぞお付き合いください。モレラ東戸塚スタジオ、
東戸塚の駅西口すぐにあるスタジオなんですけれどもね、イルミネーション、クリスマスのイルミネーションがとても華やかです。そして東戸塚駅東口オーロラシティの手前にありますデューブリッジもイルミネーション見事ですよね。さまざまなところで年末を感じさせる、そんなイルミネーションが輝いています。さあ、このオーロラシティ、1999年に誕生したということでね、先月10月に15歳の誕生日を迎えたわけなんです。その時のこと皆さん覚えてますか？私ももう東戸塚に住んでいたんですが、記憶がなかなか、とっても忙しい時期だったのでね、子供が中学生で、仕事も私は始めていてというとこだったので、あまり記憶がないので、皆様に呼びかけたところ、ラジオネームのんちゃんからいただきました。平戸中学校でした。学校から帰ってきて、学校のジャージのままオーロラシティに遊びに行った記憶があります。フードコート、ファーストキッチンで食べたり勉強したりしていました。そんな風にね、いただきましたよ。ありがとうございます。ピアスのことも書いてありますね。何何、これはまたの機会にしましょうかね。お友達のピアス、耳にバチッと開けてあげたのがオーロラシティの中のある場所だったということのようですね。ラジオネームのんちゃんさん、ありがとうございます。またメッセージ待っていますね。1999年は団子三兄弟が流行った年でもあります。ああ、15年前、そうだったのかと歌を思うにつれて、その時代のことがパッと蘇ってくることってありますよね。私の友達に7人のお子さんをお持ちのママちゃんがいるんですけれどもね、何人兄弟かということもぜひ皆様教えてください。ちなみに私の母は12人兄弟でした。さあ、それでは今日の1曲目お届けしていきます。亀まりさんは何人兄弟かしら。ラジオネーム亀まりさんからのメッセージ。弥生様、そしてチームハグの皆様、毎週放送を聞いています。しばらくお便りできなくてすみませんといただきました。いいえいいえ、お忙しいのでしょうね。この放送を時々思い出してね、そして時々メッセージいただくだけで幸せですよ。ここにいるハグはいつでもあるということがね、皆様のお守りになっていただけたら嬉しいですよ。放送を聞いてのメッセージをお送りします。諸星イルミコさんのご主人通さんの一周期展に行かれたハウスポート湘南の佐藤社長のお話の中で印象深く残った言葉があります。それは、今日一日を悔いなく生きるです。今日一日を悔いなく生きるです。深く共感しました。命に限りがあると感じた日から、毎日悔いなく過ごそうと心に誓いながらも迷う日々、改めて思い出させていただきました。ありがとうございます。踊っちゃいました。皆様も踊ってハグもしましたか？私はニスタ、第二スタジオで今踊っていたのですけれども、一人で、あ、そうだ、防犯カメラがあったと思ってね、慌ててしまっていたところなんですけれどもね、この曲また改めて聞くといいですね。亀まりさんのリクエストをいただきました。一緒に今度踊りましょう。君の瞳に恋してる、ボーイズタウンギャング、お届けしました。11月のメインコーナー、今日
今日も戸塚区薬剤師会会長の湯川先生とお話を進めていきます。かかりつけ薬局とは、そして訪問服薬指導とは、どうぞお聞きください。そして皆様の感想などもお寄せください。それでは第2回目です。戸塚区薬剤師会会長で、任天堂薬局の代表をしております湯川仁と申します。はい、先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではこの訪問服薬指導、つまりご自宅まで、お薬を持っていき、そして、飲み方を指導したり、そして安心できるようにということでお話もなさるという、このことはもう介護保険が始まった頃からということで、もう14年ぐらいになるということなんですね。はい、そうですね。我々の薬局ではかかりつけ薬局ということを推奨しております。でかかりつけ薬局というのは、どこの、病院へ行っても同じ薬局でもらうことで、薬歴というところに、同じように最初から最後まで流れを書いていくと、またいちいちいろんなことを聞かなくていいので、そういった一件のところで薬を全部もらうようにということです。でそういう中で、延長としてですね、先発関東型薬局というのを、うちの薬局では目指しております。先発関東型薬局、はい、はい、これは、それはですね、患者さんがお元気なうちは薬局へ来られてお薬をもらうんですが、体調を崩して悪くなった時には、先ほど言ったように在宅医療という形の、新しい医療を訪問していただけるんですが、その時に、処方箋をいただいたらば、また持ってきていただいて、患者さんのお家へ行ってその、お薬の指導をするということで、いずれは皆さん寿命というのがある中で、最後の看取りということまでやっていく、最後まで薬局、一つの薬局で見るということで訪問をしております。先発関東型なんですね、はいはい、この看取りまでという、本当にその人生の最後のところまで関わってくださるということ、もう湯川先生自身も何人もの方の看取りまでを関わってらっしゃったとお話を伺いましたが、はい、ちょっとデータを出してみたらですね、はい、昨年1年間で、395回、訪問をしておりまして、1ヶ月あたりですね、だいたい1店舗で20人前後行っております。で、それで最後ですね、看取りまでやったのが昨年1年間に7名の方がいらっしゃって、往診の先生も最後までお家で、看取っていただいたんで、我々も関わらせていただきました。かかりつけ薬局としてきっと長いお付き合いの、ね、方もいらっしゃるのかと思うんですけれども、何かその、時のお話など聞かせていただけますか。はい、やはり結構がんで大変な方っていうのが多いので、ご自宅で先ほども言ったように看取りという形で、最後までお家で過ごされるということも結構多いんですね。でその時に麻薬が出てる場合が結構あるので、痛みを止めるためですね。そうですね、はいはい、で結構痛みで苦しかったりするの で、不幸にも亡くなられた後ですね、その残った薬をやっぱ回収するということも薬剤師の仕事でありますから、亡くなられて落ち着いた時に、ご自宅へ伺いして残ってるお薬を回収して、その時にお線こう上げさせてもらって、その時の状況をお聞きして、今後我々もいろいろな形でどうしたらいいかというフィードバックをさせてもらったりして、ご家族のお話を聞くということも非常に勉強になります。でもそのお薬によっ
て、そしてチームの皆さんによって、痛みもなく最後静かにっていうようなお話もね、きっとあるのでしょうね。はい、そうですね。やはり連携することによってですね、状態をみんなで把握してですね、どうしたらいいかということを話し合いながら、よりベターな形で、療養されるということの手助けをしています。訪問服薬指導というのも、つまりご自宅に薬剤さんが来てくださるというのも、介護保険の中で負担することができるということなのでしょうか。はい、介護保険をお持ちの方については、1割負担で、1回503円という形で、負担してもらいます。でその他に、麻薬があったりそういった形では多少、値段が変わることはあるんですが、また介護保険を持ってらっしゃらない方、年齢がいかない方については医療保険でも、訪問することはできます。はい、さあそれでは先生、他にもその、訪問服薬指導の事例をね、具体的な事例をお話ししていただきたいなと思っております。はい、他の事例でですね、一つの事例でですね、お薬が飲めてないということでご自宅に伺いましたら、高い薬がですね140錠ぐらい残ってたんですよ。1錠1000いくらもする薬で、で看護師さんは余ってるから捨ててくださいと言われて、それをどうやって飲ますかということでカレンダーにセットしたりして、また約2ヶ月ぐらいですね、その薬を使って18万ぐらい、医療費をその分、補充というかできたという例もあります。ご自宅行くと結構こう薬が残ってることっていっぱいあって、もう古くなって、飲めない薬もありますし、再利用できるような、そうですね、人については、医療費の無駄になるので、なるべく再利用して、もう一度同じお薬をこれを使って出してもらうという形を取ったりしてます。なるほど。薬局にこちらから取りに行くと、はい、もうないですとかついね、言ってしまうことも多いわけですが、このように訪問していただくことで、その生活の場の中で見ていただくことで、おっと、国全体の医療費の節約もここからスタートするのかなと今お話を聞いて思いました。先生、こう自宅に残ってしまっているお薬というのをこう全部こう合わせると、日本国内で相当の、残薬って言うんですよね、残る薬と書いて、はい、その残薬はものすごい、量、そして額にがなるのではないでしょうかね。はい、そうですね、医療費を結構圧迫しているので、節約することが大事だと思います。はい、皆様いかがだったでしょうか。ここで問題です。家に残っている薬、残薬と言いますが、この量は、そしてその金額は、日本全体でどのぐらいになると思われますか。ぜひ皆様の予想を、そして感想も含めてお寄せくださいね。お待ちしています。今日のメインコーナーでした。11月11日ハグザライフ、命を抱きしめようお届けしています。それではここで一曲、浜野バタヤンのリクエストでもあります。今日もラテン好きな日本人に最も愛されているザビア・クガートの一曲、今日はグラナダお届けします。浜野バタヤンから貸していただきました CD の1曲目なんです。浜野バタヤンがリクエストしてくださったものの中にはないのですが、ぜひともこのグラナダお届けしたく思います。というのも、2015年冬季ユニバーシアード大会
学生のオリンピックですね。これがスペインの南部の都市グラナダで行われるわけなんですよ。アルハンブラ宮殿もあるスペインの都市グラナダ、この都市名がタイトルになっているザビア・クガートグラナダお届けします。ハグザライフ命を抱きしめよう、11月11日火曜日お届けしています。さあそれではここからは連続エッセイ、通算ルンは隣にいますよです。くも膜下出血で倒れ入院生活の後天国に行った通さんのことを、そしてその看護の日々を綴ってくださっている連続エッセイです。同じような境遇の方たちの少しでも力になれればとルンちゃんはしたためてくれています。そしてその通さんの一周期展が先日鎌倉の妙本寺かやギャラリーで行われました。この放送を通じてたくさんの方が行ってくださって、そしてまたその感動した思いをメッセージで寄せてくださっています。まずはその感想をお届けしていきますね。金子涼子さんからです。金子涼子さんは連続エッセイ2本立てでお届けしていた連続エッセイもう1本マリコさんがやってきたを書いてくださったマリコさんのお嬢さん涼子さんです。マリコさんとのお別れもあって天国に行かれたマリコさん、そしてもう一つのエッセイのルンちゃんともこのラジオを通して出会ってかやギャラリー通さんの一周期展に行かれたわけです。天国でね、ツーさんとマリコさんが出会っていることでしょうね。ああ、エッセイ仲間ですね。ってな話をしているでしょうか。さあ、その金子涼子さんからです。相浦弥生様、お世話になっております。先日は急な仕事の都合で、ルミコさんの作品展には一日早く行きました。そうなんです。涼子さんともお会いしたことがなかったものでね、このルミ子さんの一周期展、通算一周期展でお会いできたらいいですねとメールでやり取りしていました。そうだったんですね。土曜日の日に行かれた金子涼子さんだったんですね。相浦さんにお会いできなかったのは残念でしたが、作品はどれも素晴らしくて感激しました。この通算の一周期展、通さんの思い出の品々、その布たちが通さんの思い出をしっかりと私たちの胸に刻んでくれています。特に般若心経のタペストリーは祖父母の着物や自分の帯などが使われていて、別々のものをこうして一つの形にして残したことにも感動しました。なるほど、涼子さんもね、お着物が大好きだとお聞きしていましたので、そのあたりのお話、きっと涼子さんとルミ子さん弾んだことでしょうね。ルミ子さんもお嬢さんもご自分たちのやり方で介護を全うされたことを見て、100人いれば100通りの介護があるんだなと実感。このような形で出会わせていただき、どうもありがとうございました。金子涼子、涼子さんありがとうございます。介護をなさっていらっしゃった涼子さんならではの100人いれば100通りの介護、この一言心に染みます。さあそれでは皆様からのメッセージも織り交ぜながら、通算ルンはここにいますよの連続エッセイのコーナーをお届けしていきます。毎月
1週目2週目とお届けしているんですけれども、たくさんのメッセージをいただいています。ツーさん、ルンは隣にいますよ。そしてツーさんの一周点ですので、来週も引き続きですね、お届けしていこうと思っています。それでは今日のツーさん、ルンは隣にいますよです。安定した日が続いたのかなと思うと、急に38度の熱が出る。両腕、両足がむくみ、腕の点滴が入らなくなり、足になる。腕の点滴は難しくなるんですね。そして足からの点滴が始まったということなんですね。抗生剤が体に合わず、胸、腕、手、足と薬疹が出る。薬が変わっても落ち着かず、口の中まで腫れて。酸素マスクをつけたら、血圧呼吸も安定し、マスクのおかげで口の中も潤ってきて、少しずつ熱も下がってほっとした。と思ったら、熱で佐藤先生の体操が長い間お休みとなり、体を大きく動かすことができなかったため、お尻に床ずれができてしまった。これだけは私が一番に気をつけていたことだったので、残念でたまりませんでした。急ぎ、看護師さんに相談をしてエアーマットを入れてもらうことにしました。熱も下がり、体を動かしては、床ずれの周りを優しくマッサージして、手作りの枕で体を支えているうちに、床ずれはきれいに治りました。やれやれです。落ち着くと、ツーさんは昨日までが嘘のように大きな目を開けて、くすっと笑ったような顔をしてくれます。ドキドキハラハラするルンを、ツーさんは穏やかな物腰で見ているようです。特別号第3週11月18日に続く。それではツーさん、ルンは隣にいますよの後はザ・ビートルズの一曲をお届けしていきます。ザ・ビートルズ Let It Be です。皆さんこんにちは、横浜万葉科病院の院長、精神科医の加瀬と申します。よろしくお願いします。今日は私の方からうつ病について少しお話をさせていただきたいと思います。うつ病という病気はかなり患者さんの数が増えてきています。50人に1人うつ病の方がいらっしゃるということも言われています。ただそれだけ多くなっているにもかかわらず、特に初めの段階では気づかれにくいということもあります。それはどうしてかというと、気持ちの問題ではないか、こういうことになって自分自身が情けないと思ってしまうということもありますし、あとうつ病には体の症状を伴うことがとても多いんですけれど、体の調子が悪いんではないかと思ってしまう、あるいは怠けてるんではないか、性格がちょっと悪くなってしまったんではないかと思ってしまう、悩まれていて、適切に、受診に結びつかないということも、あるんですね。でうつ病の症状というのは主な症状、特に初期には不眠ですね、睡眠障害、いろいろなタイプがあるんですけれど、例えば寝つかれないとか、途中で目が覚めてしまうとか、あるいは朝早く目が覚めてしまうとか、あと食欲が低下して体重が、減ってしまうということもよくあることです。それから憂鬱な気分が強くなって、億劫でしょうがない、そのような症状が出ることが多いです。早めにですね、専門家に、受診したり相談していただくことが重要だと思います。いろいろな考え方があるんですけれど、生真面目な方ほど、うつ病になりやすいということも言われています。責任感が強くて、なかなかその体調が不調になっても上手に休めない、我々精神科医のところに来るときにはかなり悪くなってきてしまうことが、珍しくないんですね。早めに受診して早めに治療するということがとても大切です。勇気を持って休むということも重要なことです。うつ病は決して珍しい病気ではなくて身近な病気であるということをご了解いただければと思います。どうもありがとうございました。
それではお便りコーナーです。今日は皆様からのお便り、さまざまなところに散りばめながら通さんの一周期展の感想をたくさんいただいたのでご紹介しているわけですが、良いジャイアンさんからもメッセージいただいています。いつもファックスで送ってくださる良いジャイアンさん、今日の枕言葉は弥生さん大ファンの良いジャイアンさんからです。ありがとうございます。ハグザライフあゆら弥生様、火曜日楽しみに聞いています。すっかり秋ですね。夜も寒くなっちゃったし。本当ですね。暑がりの私なんですがね、やはりさすがに半袖 T シャツではなく1枚羽織って寝ているところです。よいジャイアンさんは寒がりさんですか。紅葉どこか見に行きましたかといただきました。よいジャイアンさんからは戸塚の紅葉の見どころもご質問いただきましたものね。南の町、東戸塚駅東口の南の町のイチョウ並木もそろそろ綺麗ですよ。そしてやはり前岡公園でしょうかね。また近くではね、自宅の近くの花水木、信濃町なんですけれどもね、この木が、まあ、葉っぱも少なくなってはきているのですが、あの赤い色、私はとっても好きな葉っぱの色なものですからね、近くでも紅葉楽しむことができるなと思っています。そうそう、信濃町の中央公園、子どもたちはお船の公園というふうにニックネームで呼んでいるんですが、ここの並木も綺麗です。遠目に見るとね、一段とその美しさが際立っていますね。ということで、弥生さんのお気に入り紅葉スポット教えてくださいということでね、少し遠い真岡、それから、地元の信濃町のことをお届けしましたよ。どうぞ皆様も紅葉スポット教えてくださいね。よろしくお願いします。さあ、カメムシのこともよいジャイアンさんから、もう一ついただいていましたのでね、カメムシ、ふわふわ飛んで楽しそうなカメムシ、兄弟がたくさんいるんでしょうね。団子三兄弟の話から今日はスタートしましたけれども、私はねよくわからないのですよ。よいジャイアンさんからの質問、なかなかあゆら答えられなくてごめんなさいね。でもこの番組を通して詳しい方いますのでね、カメムシのことを知っていらっしゃる方教えてください。彼らはどこから来るのか知ってますか。ふわふわ飛んで楽しそうなカメムシ、ふわふわ飛んでいるのは札幌も雪虫っていうのがいるんですけどもね、違いますよね。これはねきっとね、みかんや柿に、が色づいていて、そこの木につくと飛んでくるというカメムシ、洗濯物についちゃって困りますというよいジャイアンさんからのご質問でした。茶色くて丸いです。あ、絵も描いてありますけどもね、こんな感じですか。ちっちゃいんですよね。ぜひともお分かりの方教えてください。さあ、弥生さん大ファンのよいジャイアンさんからのメッセージの最後は、雪の花、中島美香、中島美香さんでしたね、リクエストいただいていますけれどもね、これは次回お届けしていきましょう。そして雪の歌も募集しようと思っています。札幌はもう雪だということですよ。イルミネーション飾っていますかとメッセージもいただきましたけれども、ニューブリッジやそして FM 戸塚のスタジオにも、スタジオ前にもイルミネーション綺麗なのでね、よいジャイアンさん見に来てください。あゆらやよいのうちは忙しくて飾っていません。今日のお便りコーナーお届けしました。今日は浜のバタヤンからがないなと思って、浜のバタヤンお元気ですか。またお待ちしています。今日のお便りコーナー。
住所をお伝えしましょうかね。改めまして郵便番号 244-0805 戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚ハグザライフ宛て、または相浦弥生宛てお送りください。そしてファックスは 045-829-0837 045-829-0837 です。メールはメールアットマーク fm-totsuka.com メールアットマーク fm-totsuka.com です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。生き生きヒントのコーナーです。ハグザライフ命を抱きしめよう。今日も聞いていただいてありがとうございます。アシスタントの原田直美です。今日の生き生きヒントは介護保険を使って利用できる福祉用具についてお話ししたいと思います。まず福祉用具と聞いて思い浮かぶのは車椅子、介護用のベッドが多いのではないでしょうか。それ以外にも日常生活のあらゆる場面で活躍してくれる福祉用具がたくさんあります。そもそもどんなものを指して福祉用具と言っているのでしょうか。介護保険法ではこう述べられています。心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者の日常生活上の便宜を図るための用具および機能訓練のための用具であって日常生活の自立を助けるためのものを言うとあります。体の不自由な高齢者や障害者の自立に役立つだけではなく介護する家族の負担を軽くしてくれる福祉用具。そしてこの福祉用具は介護保険を使ってレンタルまたは購入することができるものがあります。ご存知だったでしょうか。それでは介護保険を使ってレンタルできる福祉用具を一部ご紹介します。まず代表的なものは車椅子、そして介護用のベッドです。一般的なものでは手すり、歩行器、杖もレンタルすることができます。それ以外にこんなものも。寝たきりの人の床ずれを防ぐ床ずれ防止用具、これはベッドがエアーマットになっていて自動的に空気を送ります。マットを膨らませたり縮ませたりすることで寝たきりの人の体を動かして床ずれを防ぐ効果があるんですね。そして認知症の人の徘徊を未然に防ぐ認知症老人徘徊感知機器というもの、これは認知症の人が外へ出ようとした時にこの機械がセンサーで感知して家族や介護している方へ通報してくれるものです。その他移動用のリフト、スロープなど便利な福祉用具が介護保険を使ってレンタルすることができます。対象となる方は要支援または要介護認定を受けている方、料金は要支援・要介護の度数に応じた支給限度額の範囲内で自己負担額は利用料金の1割です。利用を考えたい方は担当しているケアマネージャーにご相談してみてください。次回は介護保険を使って購入できる福祉用具をご紹介したいと思います。以上生き生きヒントのコーナーでした。今日もお別れの時間です。また来週お付き合いくださいね。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りしました。来週をお楽しみに。
ハグザライフ命を抱きしめよう。お相手は相浦弥生でした。さようなら。